断捨離をするぞー。やろうか。やりましょうか。そんなわけで2月末の断捨離会を行うわけだが、いっぱいあるな。まずコードとか機材系のいらないもの捨てよう。電池が入ってないものに関してはそのままポイして大丈夫なはず。このアクション感もカバーもアクション感も自体使わないから怖い。このさ、バッテリーとかさ、こういうのどうやって捨てりゃいいんだろう。わからん。放置。あー、うわ、泣きたいこと起こった。見て、あー、サボテンが。もう冗談だって言ってくれよ。もういてててて、うわ、うざすぎる。やばい、あまりにもうざすぎる。なんで部屋の中で砂いじってんのよ。まあもうこのね、カーペットも捨てるからまあいいけど、これ掃除機ですってなんとかなんのこれ。もういいわ、あと数週間で捨てるし。さあ、ざっといらねえものは全部ゴミ袋にぶちかましてやったぜ。さあ、そして今からね、忙しくってマジでずーっと切ることができなかったね。これ、髪の毛切りに行きます。うわ、なんかめっちゃ気分くっそ短くしたい気分だけど、短くしすぎたらな、後悔しそうだしな。さあ、どうなったかな。髪切った俺どうなった。パー、切りすぎたけど、まあ別にいいかな。ほんと長くてうざかったから、たまには結構短くするのもいいんじゃない。